んばんは、五十嵐レイです。今週は JRA 最高賞金のレースとなるジャパンカップが東京競馬場で開催されます。今年も日本の豪華なメンバーと、あと外国馬の参戦が予定されており、難しいレースとなりそうです。では今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのはアーモンドアイです。おそらく一番人気となるので、ここはちょっと本命を変えて狙ってみようかなとも思ったのですが、でも過去のジャパンカップの戦績を見てみますと、湘南パンドラ、ジェンティルドンナ、ブエナビスタ、ウォッカと名牝馬と呼ばれる馬はこのレースで優勝を経験しているのですが、先日牝馬クラシック3冠を達成したアーモンドアイも過去の名牝馬に比べて遜色のない戦績を残しており、圧倒的な一番人気になると思われますが、そうですね、今回はここは本命で勝負したいと思います。鞍上にもこの馬が3冠達成すると桜花賞の時に宣言していたクリストフ・ルメール騎手が予定されており、人馬ともに今回は秋華賞よりも万全な体制で G1 4勝目へ挑んでくると思われます。続いて対抗に選んだのがシュバルグランです。昨年のジャパンカップを優勝したハーツクライ3区の馬ですね。前走の京都大賞典では明らかな調整不足というレース内容で4着にとどまりましたが、昨年のジャパンカップを優勝直後から来年の連覇を目指すというコメントが出ていたように、ここのそうですね、秋のピークはこのレースだと考えることができそうです。そう考えると叩き台の前走4着は悲観する内容ではないのかなと思われました。で、鞍上にもクリスチャン・デムーロ騎手が予定されており、佐々木オーナーが外国人騎手を起用した時の馬券圏内率はかなりこれは高いので、今年も好走の可能性は十分に考えられそうです。そして3番手に選んだのがスワーブ・リチャードです。大阪杯を優勝したハーツクライ3区の馬ですね。日本ダービー2着やアルゼンチン共和国杯優勝の実績から考えて、コース距離への適性が高く安定感のある競馬ができるタイプなので、前走天皇賞秋で出遅れによる10着というね、大敗してしまいましたね。でそのこともあって少し人気も落ち着きそうな今回は、これはもしかしたら頭まで狙えるチャンスがあるのかなと見て3番手評価にしました。で、鞍上にも最近ね、ちょっと惜しい競馬が続いておりますミルコ・デ・ムーロ騎手が予定されており、もしかするとシュバルグランに騎乗するクリスチャン・デ・ムーロ騎手との兄弟馬券もね、ちょっと期待できるかもしれません。そして4番手評価にしましたのは奇跡です。昨年の菊花賞を優勝したルーラーシップ3区の馬ですね。母父にはディープインパクトで、母母がロンドンブリッジと日本競馬界最高峰の血統を持ち合わせているお馬さんですね。でここ2戦は先行競馬で好走しており、従来の切れ味という部分では衰えましたが、粘り強い競馬ができるようになりましたので、精神的な充実がうかがえる今なら馬券圏内の好走が期待できそうです。最後に推奨馬として選んだのが里のダイヤモンドです。京都大賞典を優勝したディープインパクト3区の馬ですね。凱旋門賞遠征以降はこの馬にしてはちょっと冴えない競馬が続いておりましたが、でも前走の京都大賞典では活気を取り戻した気配を出しておりまして、しっかりと勝ち切ったレース内容はこれは高く評価したいなと思いました。で能力的にはこのメンバーでも上位争いできる素質を持ち合わせており、左回りでは日本ダービー2着で、あとね金庫賞3着と馬券を外していない点から考えましても、左回りを苦にするタイプではないのかなと思いますので、活気が戻った今なら復活の優勝劇に期待できるかもしれません。で、鞍上にもジョアン・モレイラ騎手が予定されており、先日エリザベス女王杯で勝ちきれないリス・グラシュを優勝させたように、感動しましたね。ね、その、時
きみたいにこの馬を復活に導く手綱さばきにはこれは期待したいなと思いました。それでは今回は以上の5頭を3連単1着固定に本命のアーモンドアイを選びました。で相手が4頭の12点とあとちょっと保険馬券として5頭の3連複ボックスが10点になるので、合計が22点で今回は的中を狙ってみたいと思います。今週はいよいよジャパンカップということでメンバーも豪華ですし、あと海外から参戦してくれる馬もね2頭いるんですよね。ね、わざわざ遠いところからね来てくれて本当にありがとうございますという感じなんですけれども、今回のこの買い目には入っていないんですけど、でもねライバルとして一緒に戦ってくれてありがとうという気持ちと、あと遠いところから来てくれてありがとうという気持ちで応援馬券でね応援したいと思っております。ね、とても楽しみですね。どうかみんな怪我なく走ってもらいたいなというところですね。はい、というわけでそろそろ寒くなってまいりましたが、現地観戦される方はもう暖かくしてねお出かけくださいね。よろしくお願いします。というわけで今週も皆様からのチャンネル登録をお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐玲でした。